大分県に行った経緯大分県はもともとなんだろう大分自体は5回呼ばれてるんですけどもう今までで。はい、でなんかとにかくその呼んでくれたやつらもう最初からつながってたな福岡のやつらのつながりで。はい、その 友達が福岡にいたんですけど結局大分の地元に帰ったから地元でパーティーやりたくて俺のことすげえ呼んでくれるようになって 2>,、うん、2回目か3回目ぐらいか俺がもうとうとうなんか結構温泉とか銭湯にはまり出して、うん、もうなんか見られるのとか嫌だったんですけどなんかはまり出してから大分結構いいいななみたいなここでなんか普通に働きながら。 でしかも温泉入れてタトゥーも OK でみたいなで曲作れて別府とかあったらビデオも撮れるしみたいななんか一個企画作りたいなみたいな自分の中でずっと会って、うん、で5回目呼ばれた時に道端で、あのーうん、女性からいきなり声かけられて空港降りて、まあ、市内の街にバーンって出た時に「じゃあ飲み行こう」って言った時「アイゼンさんよね?」みたいな「私明日のライブ見に行くわよ」って言われてその人泉さんって人なんですけど。 あの大分でファウンテンテっってててお店やっててでその人と飲みに行っていろいろ意気投合してでなんか明日も飲み行くしめっちゃファン応援しとるでみたいなでいつでも大分来たかったらうちで働いていいけみたいなだから働いてあまりの時間は制作してみたいなで家とかなくても全然用意するからみたいな言ってくれて5回目のライブ終わって帰ってからずっともう大分行くにはどうしたらいいかみたいな。 適当だったっすけど、考えてて気づいたら3ヶ月ぐらいだす。すい,、うん、いましたね。はい。ファウンテンさんはな何のお店なんですか？ファウンテンはあのー、セレクトショップになるんですかね？その泉さんって人が付き合いのある？そのデザイナーさんから、うん、まあこう洋服を仕入れてまあ、並べてる感じで。うん それがすげえ面白いな東京の,そのデザイナーの人たちを必ずそのポップアップじゃないですけどなんか呼ぶんですけど呼んだ時に俺東京出身で大分で働いてるわけじゃないですか、はい、なんか東京の人と大分でリンクアップするみたいなことが結構あって、うん、あれみたいなあとマインのデザイナーのやつとかも同い年だったしなんかそういうのとかもうめっちゃくらってええー、めっちゃやってんじゃんみたいな超大人に生まれて大変そうだなとか俺すげえ思ったけどなんかこう。 でもかっこよくやってるやついるっぽいわみたいな。全然同い年でもいるわみたいな。それになんか。大分なのにそういうの感じれたっていうか。うん、泉さんのなんか時間軸がすごい東京に近いですね。うん、うん。なんか最高な人です。いい出会いですね。めちゃめちゃ最高です。超よくしてくれましたね。えー、はい。ニート東京も見ていただけるといいですね。はい。絶対見てくれると思います。あ、はい、そす。<laughs>